はい。パート2から引き続き撮っております。どうも、アザラシです。桜大戦実況のパート3でございますね。パート3やっていきますよ。ね、夜もしっかり更けたな。眠りたいんだが、眠れ慣れないベッドのせいかなかなか寝つけない。もう時期12時か。こんな遅い時間に一体誰だ。おがみさん、桜ですけど。桜くん、ちょっと待って。今開けるから、こんな夜中に。どうしたんだろう。夜中に。もうやっつけみたいな、パート2からパート2の入りがもうドタバタドタバタ。ところでこんな夜中にどうしたの？どうしたの？実は大神さんに劇場の夜の見回りをやっていただくように夜の支配人から言われたんですけど。夜の見回り。突然で申し訳ないんですけどお願いします。よし、引き受けたってのはおかしいな。それは相打つの気があるわ。仕方ない、やるよ。やれやれ。昼はもぎりで、夜は見回りか。ええ子やな、さくら。ええ子やな。え、さくらくんも一緒に来るのかい？こういうとこで鼻の下を伸ばす男は信用ならねえ。あくまでも自分。こういうとこは自分の方が大事。自分の気持ちの方が大事だな。こうやって女の子が来るからって鼻の下を伸ばして、おお、びっくりした。雷がですね、なってますね。雷が鳴ってるような外はですね、これは怖い。雷が鳴ってパソコンがね、いかれてね。でも桜大戦面白いから、初めて桜大戦を見るって人もね、ぜひともこう見てってほしい。あ、またなんかあった。エクスクラメーションマイクマークがピコンって。あれ、桜くんがいない。なんだ、さくらくん、ここにいたのか。ねえ、だからね、女の子が次に来るからって、ピーンと張り切ってさ、張り切っちゃってさ、それはやっぱダメだよ。そういうのを見せるぐらいやったら、多少なりとも落ち込んだり、へたれたりしてる方がいい気がする。その方が嘘くさくない。私、街の日ってすごいと思うんです。どうして。美しく見せようとして光ってる彼じゃないのに、こんなに綺麗なんですよ。一理あるか。そして他の人一緒になってこんなに美しい夜景を見せてくれてるんです。私も舞台ではあの街の火のように光っていた日。どういうことなの。そして道行く人の足元を照らす街灯のように強くて暖かい光になりたい。何をポエムを。お時間取らせちゃって、さあ見回りを続けましょう。帝国軍人はどうした。まあ玄関でしょうね、まずはね。戸締まり用意しないと。玄関です。しっかり鍵はかかっている。戸締まりは大丈夫だ。ですね。厨房をチェック。おっと。人に遭遇。頭に何か被り物。こういう被り物って何のためにするのかな。さあ話してごらんなさい。あのね、ジャンポール、シャンポールって言った俺。1話か2話かぐらいで。ジャンポールでした。ジャンポール。一人ぼっちだよ。グス、かわいそう。アイリス。心配しないでアイリス。明日明るくなればすぐに見つかるわよ。さあ、もう遅いわ。今日はお部屋に。戻りなさい。そうする。アイリスが昼間にどの部屋にいたか分かればいいんですけどね。大神さん、そろそろ行きましょうか。知らないんだな。なんか昼間の過ごし方がいまいちだったな。だが俺は知ってる。楽屋にあるってことかな。ジャンポールが楽屋にあるということは俺は知っている。ほら、いた。ここは楽屋か。うらい、間違いない。アイリスのジャンポールだ。届けたよ。厨房で火がちゃんと消えてるかどうかチェック。ここは厨房です。私たちも時々ここで料理をしますよ。へえ。設備も結構充実してるね。異常ありませんね。火の元もよしと。じゃあ行きましょう。こういうところで何か起こってほしいよな。せっかく
あのちゃんとしたルートをたどって、なんかこういかにも見回り風にしてるんだから。アイリスの部屋へゴー。ういアイリス、パイクはねえか、パイクはねえか、知ってるでしょ、大神一郎でございます。バイクはねえか、ジャンポール、はい、ジャンポールです。超能力者だから、ある程度超能力者だ。テンテラリ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 ンみたいなのがなかったっけ、別の効果があった気がするんだ。ちなみに戦闘まで一度やっております。去年半年ぐらい前にやって、これ動画上げようと思ったんだけど、いまいちなんかこれは面白くならんかったなと思って一旦消しました。うん、自分で見返してみてね、やっぱあのいまいちだなって時はあるんですね。そういうのはお蔵入りにしちゃいたくなる。お、マリアじゃねえか。こんな時間にどうしたんですか。見回り中なんです。マリアさんこそこんな時間にどうしたんですか。借りていた本を返したのよ。へえ、何を借りたんですか。罪と罰よ。ドストエフスキーみたいな。トルストイだね。トルストイだっけ。え、ああよかった。危ねえ危ねえ。いや今怪しい三択だったな。トルストイだねって言ってたら危うく。危ない危ない。こういうあのこういう選択肢好き。あのちょっと知恵を試されるやつ。若見さん、もう夜もだいぶ来てきました。今日の見回りはこれぐらいにしておきませんか。部屋まで送るよ。近いけど。じゃあ部屋まで送るよ。今日はいろいろと付き合ってもらったしね。よろしいんですか。よろしいでしょう。まあ別にね。こっから部屋に帰るまでに何か起こるとは思う。でーん。この程度でティンディロリロリンの音がするなんて、なかなか分かりやすい性格をしていらっしゃる。明日もおかみさんに会えるんですね。嬉しいな。なんだこいつ。なんだこいつ。いきなりもう好感度マックスじゃないですか。ここまで好感度が高いと逆にちょっと嫌われたくなるような。もうよくわからん精神構造をしてる。高すぎる好感度下げたくなる。綺麗な街は破壊したくなる。ぐちゃぐちゃの部屋は綺麗にしたくなるみたいな。天の弱、ただの。それはただの天の弱だ。お、次の日。昔だからね、3D の技術がそんなに高かったわけじゃないんだけど、それでも 3D で頑張ってる。建物ね、ストーン建物。でもあれぐらい書きゃいいやんって思うけどね。確か今日は休園日だって言ってたな。もぎりからは解放されそうだ。さて、どうしようかな。とりあえず、舞台に行ってみますか。きっと練習してるから。気晴らしに舞台でも。花組のみんながどんなところで働いてるか見ておこう。未だただの劇場に配属されたと思っている大神少尉。果たしていつその真実に気づくことになるのか。ここでくるっと回って手を振り上げて。なあ、手がシュリンとしすぎじゃない、これ。シュリンと。さくらさん、足の運びが違いますわよ。お、やってるやってる。おお、やってるやってる。華やかに見える舞台の裏にもこんな日々の稽古があるんだな。なんだアニメが。さくらさん、人の着物の裾を踏みつけるなんて失礼じゃありませんこと。これだから田舎臭い人は嫌ですわ。そやてお下品で。さあもう一度初めから行くわよ。やりすぎやろっていう。ごめんあかたせ。このガキや。さくらさん。このガキや。わからない人はこうよ。お二人を止めるしかないし。これを二人止めるしかないし。しょい。だってさ、でもこれはさ、軽く桜頭おかしいよな。軽く桜が頭おかしいよな。だって踏んでんだもん。踏んでんのにさ、多少ちょっと悪口言われたぐらいで、さらに踏むとかさ、女優の顔をさ、
ベシッとこう舞台のこの、ね、板の間に叩きつけるっていうのはそのねえそりゃよくないんじゃないかって思うよな。いかに悪口言われてくれ。しょい。お兄ちゃん。何も言わずに行こうかのだ。すみません、大神さん。分かってくれればいいんだ。じゃあ俺はこれで。え、何？何かな？ピコン。これで桜がつけてくる。大神さん、待ってください。大神さん、桜くん。私の話を聞いていただけますか。俺の話を聞いてくれ。笑い飛ばしてもいいから。ブルースが響き渡れば。え、何？穴組の隊長はチェインギャングがどうのこうの。人の命を勝利のために犠牲にするの戦いを繰り返してはいけない。だから花組の隊長を務める人は花組をこの劇場そしてここでの暮らしを。なんで俺は今低い地の声で言ってんだ。ちょっとぐらい高い声で言え。さくらのセリフなんだから。そしてここでの暮らしを愛してくれる人でなければダメなんだって。だから米田支配人は大神さんにわざともぎりの仕事なんかさせたんです。そうだったのか。でも俺は一体と言ってたところで、あれでしょ、そろそろ警報が鳴って、そして私たちの隊長としてのとして一緒に戦ってください。戦うって一体誰と。ちょうど都合よく警報が鳴る。ほらね知ってるんですね。このシーンはもう何回かやってるわ、きっと。撮り直しじゃなく何回かやってるわ。都合よく。アニメ。一瞬裸に。全員集合しました。うむ、お風呂。米田司会人、それにみんな、ちゃっかり着替えている。そして、大神一郎。ちゃっかり着替えている。大神、歌劇団はお休みだ。帝国歌劇団は本来の任務に戻ったのだ。お前を騙すようなことをしてすまなかった。しかし、私は、お前が秘密部隊の隊長として適任かどうか試したかったのだ。ここは一体？ここは帝国歌劇団の中枢部、地下司令室だ。しかし、つつわりはなんだが、こざっぱりとしてる。テレビのなんかのセットみたいになった。無論だ。歌劇団とは世を忍ぶ仮の姿についてでは改めて紹介しよう。彼女たちが君の部下になる帝国歌劇団花組の隊員たちだ。俺たちの階級は何なの？大神さんでさえ少尉なんだからさ。そしてこの人たちの給料はどうなってるの？アイリスの給料は一体、命を落として戦うアイリスの給料はいかほどのものなのか。ボランティアかもしれん。アイリスぐらいの家の子供の嬢ちゃんに言ってくる。確か結構親金持ちだったんじゃなかったな。うろ覚えの知識で語ってるね。スミレあたりは完全にあれだな。なんか政治的な経済的な感じで、政治経済的な思惑で桜にこの、あれだな。これ花組に参加してるわな。親が金持ちだ。財閥の娘だから。その名をクロノスカイという。クロノスカイ。さくらはね、東京に来た日に上野公園で魔法兵器をやっつけちゃったんだよって。魔装兵器。怪物を倒した少女とはさくら君のことだったのか。そうだ。しかし魔装騎兵相手に生身手は限界がある。そこでだ、我々にも強力な武器がある。地下格納庫へ案内しよう。このね、これが後部なんだけどね。漁師甲冑後部だ。この漁師甲冑後部を操れる人間がそもそもなかなかいないって。たまたま大神はなぜか男なのにこの後部を使い、霊力があるっていう、そういうことなんですね。なぜかアイリスはお留守番。なぜかアイリスはお留守番。なるほど、文字通りの甲冑だな。よし、これなら動けるぞ。動かせるぞ。動かせるのかよ。おかみさん、出動命令を。クロノスカイの帰ってから上の公園を守りましょう。花組、出撃せよ。花見の準備をせよは、ちょっとね、ぶっ飛びすぎ。
後部起動。4人で出撃。いや、ほんと頑張ってるよな。1話からこの頑張りぶりだもん。そりゃ、やっぱこれは名作よってなるよな。1話からこの頑張りようだもの。やっぱ桜大戦はいいな。なんかマレッシャかなんかで走ってたんだろ。マレッシャ。一体どれぐらいの予算がこの花組に費やされているのか。どれほどいかほどの予算が。しかもこれあれなんだな、そのまま地下道を行くんかと思いきや上下逆さにしてみたいな、逆さにして垂直に降りていくからな。ぐらぐらぐらって一体どんな規模の科学力やねんって、どんな科学力やねん当時の大正時代の東京の街並みが。ということで、まあここまでかな。次回あれですね、敵との対戦となります。全員普通やん。もっと高めていこうと言ってるところだけど、まあいいだけ喋ったんでね、今日はここまで。セーブだね。闇が吠え震えるテイトに愛の歌高らかん。はい、ということでね、次戦闘シーンから入ります。ここで一旦休憩です。この休憩が長すぎてまだ全然再開できないとかなりそうだから、それだけはちょっとねやめていこう。定期的なスパンで上げていきますので、まあ桜大戦お付き合いくださいませ。ということで、ほなまた。